What's up guys? ケントです。ダフトです。今回ですね、はい、もうグッドオンがやばい T シャツ出しました。これいいっすよ、めっちゃいい。うん、まあ、前回ね、まあ、速乾したらしいんで、うん、再生産も多分すげえ売れちゃうんですよ。ということで、はい、今回なんですけど、うん、今回ですね、うん、先ほど言った通りグッドオンの新作の紹介なんですけど、はい、見てね、もう分かると思うんですけど、うん、リバーシブル T です。そうですね。出ましたね、ついに。これが来ちゃいましたね。ね、はい。で、まあ、リバーシブル T ね、うん、まあ、皆さんも、まあ、古着とかね、うん、まあ、持ってる方もいると思うんですけど、うん、結構さ、今はもう、ヴィンテージ市場で、結構高くなってたりとか、うん、そう。もう、サイズ感とか難しいじゃん。そう。サイズがちっちゃいのが多いんだよ。ちっちゃいのある。縮み切っちゃってるみたいな。で、着れないんですけど、うん、この新品だったらもう最高っすよ。そう。ということでね、うん、今回こちらのね、グッドオンのリバーシブル T の紹介なんですけど、まずね、じゃあもう色からそうだねいっちゃいますか、うん、ね、これもう定番の、はい、ね、ネイビーゴールドということで、はい、もう一番定番ですね。本当だね、うん、古着とかヴィンテージ市場でもよく見かけるこのカラーリングなんですけど、うん、まあ、この定番もありつつ、これはね、フラミンゴとアイボリーっていうね、グッドオンのオリジナルカラーということで、はい、これいい色だね。そう、うん、このフラミンゴがそう赤とピンクの間みたいな、そう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 、この古着好きは好きそうなこの、うん、なんだろうね、赤のなんか古着が飛躍したみたいなね、うん、そう感じの色で、すごいいい色これ。そう、うん、で最後にそうこの白黒、うん、安定の白黒みたいな、ね、そうね、うんうん、感じですね。で、まあ、グッドオンね、まあ、うちらもめちゃくちゃ紹介してて、うん、まあ、いろいろなアイテム出してるんですけど、やっぱね、グッドオンって言ったら T シャツの特にこのピグメント染めっていうね、はい、まあ染め方、後染めのイメージがあると思うんだけど、うん、今回実はですね、ピグメント染めではないんだよね。そう、うん、だけど、これ実は生地からちゃんと染色してます、うん、ね、染色してこのリバーシブル、表と裏を貼り合わせてるんですけど、うん、これやっぱこう、古着とかのアイテムって生地をね、もうつけて、うん、そっからこう洗うじゃん、うん、そうするとこの表地と裏地の縮率とかが違って、うん、こうつっちゃうんだよ、中でつっちゃったりとか、ね、サイズ感がこう狂っちゃうんだけど、うん、やっぱグッドオンはですね、そこをすごい考えてて、うん、普段の T シャツも全部さ縮み切っててこう形が狂いがないじゃん。でこちらのリバーシブル T もそれしてて、うん、生地を元から生地洗いされてます、うん、で生地洗いして完全に縮んだ生地同士をこう縫製でね、うん、こうリバーシブルでくっつけてるから、うん、そうこのサイズ感もこうぴったしだし、うん、こう裏と表のこの縮率も狂いがない、うん、だからこのまま洗濯して乾燥にかけても、うん、こう狂いなく着れるというね。そうやっぱそこは古着と違って、うん、この新品で、うん、こう出ててめちゃくちゃいいよね。そう、うん、でさっき言ったようにいわゆる表と裏だから、うん、その2枚ついてるんだよね。そうそう、で表が 4.5 オンス、うん、で裏も 4.5 オンスで、うん、まあ、計9オンスなんだけど、そうだから9オンスって聞いたらなんかすごい熱いイメージなんだけど、うん、生地が柔らかいから、うん、すげえね、着心地やばいんですよ。着心地めちゃくちゃいいよ、これ。ふわふわみたいな。うん、そう、ね。うん。だからこれ、この夏も着れるし、うん、ちょっとね、こう、T シャツ1枚だと肌寒いよって時期でも、これ2枚ついてるから、うん、若干こうね、うん、普通の T シャツよりあったかく着れるから、うん、そこも汎用性高くていいと思います。うん、で、この生地がですね、一応 USA コットン使ってまして、はい、こう、米綿ですね、うん、使った生地になります。で、これ、縫製が日本ということで、こう、メイドインジャパンで、この USA のコットンを使ってます感じです、はい、でじゃあディテール見ていこうと思うんですけど、うん、じゃあこの定番の、うん、このねネイビーゴールドで紹介すると、うん、まあさっき言った通りリバーシブル T なんで、うん、裏がこれゴールド、はい、それからイエローですね、うん、で表がネイビーなんだけど、うん、このリバーシブル T のやっぱ特徴はさ、こう着た時に、うん、こうここのね袖をめくってそうこうゴールドを出せるというね、うん、でここはやっぱこう全然違うじゃん印象が。そうね、うん、着た時にさ、うん、こう普通のネイビーの T シャツとやっぱ変わってくる。そう、うん、重ね着してるみたいな感じに見えるから、そうそうそう、コーデのアクセントとしてめっちゃいいんですよね。めちゃくちゃいいね、うん、若干この裾の部分もさ、うん、こう着てるとこうチラ見えして、うん、そこも結構いいんだよね。そう、うん、でなんといってもリバーシブル T っていう名前の通り、うん、リバーシブルで着れます。そうね、そう、これが表なんだけど、もちろんリバーシブルのことでリバースするとこんな感じになるんで、うん、やっぱこの印象の違い、そう1枚持っててにも2度おいしい感じなんで、うん、こっちもねもちろんこう折ることでこのネイビーが、ね、うん、袖で垣間見えてめちゃくちゃ可愛いんだけど、うん、こっちの裏仕様だと、うん、リブまでこう、そうだね、ネイビーになるから、うん、また表で着たバージョンとは印象が変わってくると思います、うん、でこのリブがやっぱこうバインダーネックって言ってこうやっぱ挟み込んでるね、うん、ネックなんで表は
このね、ネイビーネイビーだけど、裏はこっちのね、うん、裏の生地のこのリブのカラーが出てくる感じになってて、うん、やっぱそこはやっぱいいよね。そうね、うん、で、これが、まあ、ネイビーゴールドなんだけど、はい、まあ他も全部一緒です、うん、全部一回裏返してみます。そうね、うん、こっちが表なんですけど、うん、裏返すとこんな感じで、そうね、うん、印象が全く違うよね。全然違うですよ、本当に、うんうん、やっぱこっちの裏だとやっぱこのリブが目立つから全然違うね、うん、そうね、うん、なんかリングアーティーみたいな感じだよね、うん、まさに、うんうん、で本当にさ、うん、夏に向けてこの色鮮やかなさ、うん、T シャツってすごい調子すんだよね。そうだね、そう、うん、でまあこの3色をちょっと着てみたんで、うん、よかったら見ててください。はい、ということで、はい、できたんですけど、うん、やっぱいいですね。これいいっすよ、めっちゃいい、うん、ね、やっぱ古着とかで持ってるけど、うん、やっぱこうなんかサイズ感違ったりとか、うん、そういうのあるけど、うん、やっぱ全然こうやっぱ新品でこう、うん、体に合うね、うん、どんどん作られてるんでサイズがね、うん、めちゃくちゃいいです。そう、もう発売したんですよ。そうだね、一回、うん、で発売したんだけど、あの人気すぎて速乾しちゃって、うん、そう、もう一回発売するってことで、うん、今回まあ紹介したんですけど、はい、で発売時期が6月の後半、うん、6月の下旬らしいんですけど、グッドの直営店と、うん、あとグッドを取り扱ってる店で販売されるみたいなので、うん、まあチェックしてみてください。まあ、前回ね、まあ、速乾したらしいんで、うん、多分再生産も多分すげえ売れちゃうんですよ、これ。そうだね、うん、まあ、気になった方はぜひこれチェックしてみてください、はい、うん、でグッドボタンですね、コメントどしどしお願いします。あとですね、あのソーシャルメディアこちらにやってるんですけど、そちらのフォローとチャンネル登録もしてない方はチャンネル登録もぜひぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイ。